12月22日の誕生日ポインセチアについて、花言葉、祝福。私の心は燃えている。祝福。ポインセチアはクリスマスの季節に広く使用され、その鮮やかな赤いブラクトカジュのような部分がクリスマスの装飾として人気です。花言葉祝福は、この花がクリスマスの時期に特に使われ、祝福や幸福を象徴していることから派生しています。私の心は燃えている。ポインセチアの赤いブラクトはまるで燃える炎のように見えます。花言葉私の心は燃えているは、その見た目から派生し、情熱的で燃えるような愛や興奮を表現しています。特徴、12月22日の誕生花。ポインセチアはクリスマスの季節によく見られる観葉植物で、赤い葉が特徴です。中央の小さな花は目立たないですが、赤やピンク、クリーム色の葉が花を包み込むように広がり、一つの花穂が形成されます。ポインセチアは寒冷地域原産で、耐寒性がありますが、温暖な気候でよく育ちます。クリスマスのシンボルとして親しまれ、鮮やかな色彩が冬の季節に活気を与えます。庭園や室内で栽培され、特に12月の装飾に欠かせない存在となっています。